1, 2, 3, 4. 今日は君の寝顔を見てから眠るって決めていたのに、気づけば君の腕の中で寝てた。いつフル寝てたよ、プロ僕。君は決まっていかつスピードサイン。やっぱり君に分かってないみたい。探していた夏をと、もう迷わない、ここから始めよう。これは75個分の一人と一人が出会って、恋に落ち、そして当たり前のようにキス。ありきたりな朝、一人はできる悪いとこで、もう一人はおてんばのプリンセス。男が言う君と出会うために僕は生まれてきた。Baby, stay on like me. I will stay on by you. Yeah. だって恋に落ち、家族になり愛を深め、年をとありきたりな愛さ、一人はできる悪い仕上がで、もう一人は永遠のプリンセス。二人は生まれ変わっても、また一緒になろう。 Baby stay on by me. I will stay on by youI will stand by you, baby. Stand by me. I will stand by you, yeah. Baby, stand by me.さんのスタンバイミスタンバイユーガズレリリシンプル簡単バージョンやっていました。簡単バージョンは簡単バージョンですけど、やっぱり歌がですね、やっぱりもうすごいですよね。あの平井大さんの世界観、これはですね、もうよっぽど聞き込まないとあんな感じで歌えないです。まあ僕ももうこうすごくこう聞き込んでですね、この言葉のムードをね、こう捉えてやってみた。ここがね、このやっぱ平井大さんのもう醍醐味ですから。歌がやっぱりね、コードはね、シンプル簡単コード。今見ていただいて分かったと思うんですけどね。はい。思いっきりやっていきましょう。そして今のは聞いていただいて分かったように、ガルズレレオリジナルショートカットアレンジになってますんで、フルコーラスやってみたいなという方、2番のこう、コード進行か書いて、歌詞を書いてね、オリジナルの楽譜を書き出してください。そして今やったね、シンプル簡単バージョン、なんとか一緒にできたよという方、その次はですね、今度はご自身だけで演奏してみるのをお勧めします。その時に、ね、何か見たり、いずれ覚えちゃうのがいいんです、いいと思うんですけど、プリントアウトしたものを見たりするのがいいと思うんですけど、その時のね、参考になるように、ガズがですね、いつもこんな感じでノートをね、この画面にシェアしてます。はい、こんな感じです。これを見ながら今ガズの演奏したんですけど、今ですね、このサービス始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのはね、どんなことかというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた平井大さんの曲を含む、今までガズレレ取り上げてきたもう膨大な数のノート楽譜の中から、毎月5曲が皆さんの手元にダウンロードしていただけるという画期的なサービスでございます。はい、ね、もりもりガズクラブ活動広がってますんで、ぜひ皆さんご検討ください。それではノートを移してまいりましょう。ドーン。はい。これ、いきなり歌から入るんですけど、ちょっとこの言葉の多さですよね。びっくりしたな。まあ、ほぼラップとは言わないですけど、流れるように言葉がバーッとこう紡がれていくんで、ここのね、歌をね、リズム通りに歌うっていうのがまず最初の、難関だと思いますね。コードはこのように簡単です。はい、そういうわけでございます。はい。で、これ今パッと映すんで、一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを映していただくか、あるいはガズクラブでこのノートのスキャンをゲットしていただくというのもいいかなと思います。とりあえずこれを見て、ご自身で歌ってみるっていうのがいいと思いますね。はい。これガズレレオリジナルアレンジで1番のサビをやった後、感想を入れて、で、ここのちょっとおとなしくなって、サビの2をやって、3をエンディングのレビースタンドバイミーを繰り返したというオリジナルアレンジになってますんで、そこのところご了承ください。これコード進行をね、ピックアップすると、本当に原曲に近い
近い感じでできると思いますので、もし原曲通りにやってみたい方はこれを拾って構成を作り直してみてくださいということになっております。はい、そしてこういうところ下にくるっと囲ってるやつはいつも言ってるんですけど、かっこいいバージョンでこのくるっと囲ってる下のコードを弾きますよということです。そしてここにもね、これガスペジオって書いてありますけど、アルペジオか、アルペジオって書いてあるんですけど、これはね、後半のかっこいいバージョンでここ16ビートアルペジオで弾くよっていう、ちょっとこういうに書いてあります。はい。じゃあ出てくるコード解説。この赤く囲ってるやつは後半へ出てくるかっこいいバージョン。今やったシンプル簡単バージョン、この5つですね。C と Am と F と Dm と G7。この超絶入門コード5つですよ。これは良かった、5つ。はい。それでも一応シェアしたいと思います。ドン、ガスレレ必須コード。数がめちゃくちゃ分かりやすく解説している動画、ここに貼っておきます。これはですね、必見です。10個のコードを覚えてください。この動画だったらあっという間に覚えられて楽しいですよ。はい、その中の今日5個出てきますからね。はい、もりもり歌っていきましょう。でここからかっこいいバージョンの解説のじゃあ入っていく、その前にいつもこのタイミングで私が言いたいです、4つ弾きで、まずこの4つ弾きの歌をねしっかりこれ歌える、これができてからかっこいいバージョンに行った方がいいと思います。こんな感じ。今日は君の寝顔を見てから眠るって決めていたのに、このね言葉のタイミングをスコンスコンとこう入っていかないと、このからかっこいいバージョンでやっぱねさらにねごちゃごちゃってなっちゃうんで、まず4つ弾きで歌をしっかり歌えるようになってからこの後のかっこいいバージョンに入っていきましょう。そういうわけでここからいきますよ。かっこいいバージョンスタートします。はい、かっこいいバージョンではコードが1個追加になります。これですね、 F マイナーということ。これはね初心者様がまず突っかかるコードで有名ですけど、一応さーっと解説、押さえる場所はこことこことここだから、こんな風に押さえるのが教科書通りという感じです。ガズさんの場合はここの場合、ここの押さえる場所親指でグッと握っちゃいます。これどっちでもいいと思います。押さえやすい方で無理がないようにお願いします。親指で押さえる方は手首上、はい、人差し指で押さえる方は下にみたいな、そんな風な、使い分けがいいと思います。この F マイナー1個渋く追加になってまいります。そしてこの曲のやっぱり肝はですね、グルーブです。グルーブって分かりやすく言うと、まあ乗りやすいリズムということですかね。はい、これをねやっぱ表現したい。出てくるビートはこの3つ、ドン、16ビートと16ビートのチャと16ビートのアルペジオということになって、結局16ビートになっちゃう。まず基本的な16ビートっていうのはこんな感じですね。じゃん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 、これをガズレレでは基本の16ビートと言ってます。じゃん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 、はい、ここにチャが入るとじゃんじゃんじゃかちたすたすたかちかだんだんじゃかつたすたす、はい、そんで16ビートのアルペジオっていうのは一回サビやって間奏やって戻った後のちょっとおとなしくなる子で、優しくね、ここの場合はちょっとイメージなんですけど、ちょっとこう伸ばしながら、あ、こんな感じでも緩い感じでもいいかなというふうに思うので、ちょっとね演奏の方でご確認していただくんですけど、この3つの弾き方のね、ご紹介ここに貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚、その中からそれぞれの動画専門動画が上がってますからね、濃厚にレッスンしてみましょう。でこれストロークっていうのは一応今日16ビートと16ビートのチャっていうのがあるんですけど、これね元はねやっぱり基本になる8ビートというリズムが基本なんですよ。じゃんじゃじゃんじゃじゃん、これができるようになると次16ビートってステップアップできるんで、まずはねこのストロークをやったことない方は8ビートからやってみてください。16ビートのアルペジオも結構難しいんでね、こう慣れがやっぱり必要になると思いますけど、でもだからこそこう、それを獲得するときをこう楽しみながらやってみてください。そして曲の中で一箇所このマーク入ってきます。このマークはシンコペーションの合図だよというガズレレオリジナル表記ですよ。他の楽譜では出てきませんからね。リズムが前にスコーンと食い込んでくる。どこで出てくるかというと B メロのね、サビの前だね。つまり、ちょっとやってみましょう。がしていたんだずっと、もう迷わないここが始めよう。わかった、ところにはスコーンと食い込んだ F の前です。もう一回、もう迷わないここから始めよう、ここです。こんな感じでスコーンと前に食い込んでくる。これ一箇所だけなんでね、ここはもう決めですね。はい、バシッと決めていきましょう。そして今日一番キーポイントとなる難しいところはですね、一回サビ終わって間奏を言って16ちょっと優しくなるサビにまた戻るんですけど、そこの、途中のところです。ちょっとやってみると75分の一人と一人が出会って、ここ16ビートある家族になり、あ、ここダンダンダンスタン D マイナー C F ちょっと溜めて G7、 これはなんかフレーズですね。ダンダンダンスタン、口で言うと D マイナー C F チャッ G7、
こんな感じ。これしかも歌が入りますから、これ結構難しい。ちょっと歌の中でゆっくりやってみると、家族になり愛深めと知るとありきたりな話さ一人はこんな感じだから、これ歌いながらこれ弾くのめっちゃ難しいです。ダンダンダンポタンです。ダンダンダンとちゃーん、こんな感じ。ちょっともう一回やってみましょうか。これか。家族になり愛深めと知るとありきたりな話さ一人はここです。ここちょっと難しい。ちょっとこだわりたい方はこの決めにもチャレンジしてみてください。その他はテロップの中に伸ばすとか止めるとかそういうの書いてありますんで、参考にしていただいて、ちょっとデモ演奏と合わせてご確認いただければと思うんですけど、まあこれですね、このグルーブ、体をこうゆったり揺らす、脱力した感じ、一生懸命やる感じじゃないですよね。ちょっとこうリラックスして、ほんとつまびくような感じなんですけど、こう16ビートでふんわり感出しつつ、しかもこのキュンキュンな歌詞です。もうラブソング。まあもう本当にね、僕んちもこんな感じですけども、はい、そんな感じのイメージを持ってね、やっぱふんわり感、愛とふんわり感、最高です。ウクレレと愛とふんわり感、最高。はい、そんなのをね、噛み締めながらこれ楽しく演奏できればなと思います。それでは行ってみましょう。ライダイさんの Stand by me, stand by you, ガズレレリューか、こういうバージョンやってみる !1,2,3,4 今日は君の笑顔見つかない。眠って決めていたのに。手の中で寝てた。いつ来るねと手を動く。君は決まっていいか Just be a sign。 やっぱり君に分かってないみたい。照らしていたんだずっと。問題を笑いくぶから始めよう。これは75分の1人と恋に落ち、そして当たり前のようにキス。ありきたりな朝、一人は出来の悪いとこで、もう一人はおてんばなピーセンス。男がいる君と出会うために僕は生まれてきた。 Baby stand by me, I'll be stand by you。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやー素敵ですね、このグルーブ。もうなんかほんとこの世界観、幸せとこのウクレレの音色とこのゆるいリズム、もうなんかとろけちゃいそうな気分になります。はい、皆さん大いに歌ってまいりましょう。さあ皆さん、お知らせです。今ねガズが使っていてこの G ラボのウクレレたち、販売予約受付中です。今クリスマスの時期なんでね、これ今回クリスマスのね、いろんなね、もう目白押し企画がね、今回の募集ではいっぱい行われておりますんで、概要欄にですね、ちょっとブログで、ね、記事があるんで、それもちょっと貼っておきますが、それも読んでもらうとねいいかもしれません。動画にもご紹介してますけどね、ぜひぜひ皆さん G ラボ最高のウクレレ、ゲットしてください。12月24日クリスマスイブですけどね、皆さんご存知のように、ガズレレ YouTube チャンネルでですね、誰でも参加できる、クリスマスの配信をしようと思ってます。ライブ配信です。皆さん16時からの予定になってますんでですね、ぜひ皆さんパソコンやスマホの前に集まっていただいて、ガズさんとハニーも一緒に登場してですね、それこそシャンメリー飲みながらですね、乾杯してクリスマスをお祝いし、クリスマスソングとか
冬の曲をいっぱい歌っていこうと思いますので、今からスマホとか予定帳とかカレンダーにですね、12月24日16時からガズレレのライブ配信だよって書いておいてください。それが終わったら皆さんデートに行くなり家族でディナーをするなり楽しんでいただければと、クリスマス気分どんどん盛り上げていきますよ。そのための予行練習としてウクレレでできるクリスマスソングいっぱいやってるんですよ、ガズレレで。概要欄にクリスマスメールソングをまとめてるページ貼っときますので、そっちも確認しておいてください。まあ、この本も発売になってますよ。はい、ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室ガズピアノもやってます。この本とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね。こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもね、そうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。もうものすごいベストセラーです。なんでかっていうと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そしてね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したので、ね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聞くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。